はい、こんにちは、コムさんです。松田 787B の続きね、やっていきたいと思います。前回ね、ラプロスの6000番と8000番で、荒研ぎというんでもないです。もう8000番のラプロスまでだったらね、相当な仕上げ状態になったと思います。まあ、艶消し状態ではあるんですけどね、完全な艶消しじゃなくてね、ラプロスの8000番まで行くともうこのぐらいのきらめき加減になります。キラキラっとね。これで今回はね、8000番のコンパウンドとセラミックコンパウンドまでね、やっていきたいと思います。で、ラプロスの8000番いうのはね、6000番相当なんですね。サンドペーパーのね。で、6000番初めにやりましたが、それが4000番ということで、で、これが8000番相当なんで、これをかけることによってもう一段階ね、細かな傷が消えてきらめきを増すということでやっていきたいと思います。はい、それではやっていきます。まずね、これでダーッとね、塗っていきます。塗っていくというかね、こうまんべんなくね、隅々につけていきます。ここちょっとミラーつけちゃってるんでね、毎回言いますけども、ちょっとミラーを折らないように注意しながら、この辺ね、またちょっと細かいところは、映ってない細かいところはね、細かいなりでまた入れていきたいと思いますが、こんな感じね、ざっといきましょう。で、普通にね、こう磨いていきます。まあ、初めがね、完全な艶消し状態になっててね、8000番かけたら綺麗やなと思うんですけど、もうほぼ8000番でね、綺麗になってましたからね、そこそこ行くんですよね、ラプロスの8000番でもね。で、この辺もね、やっときましょう。綺麗にね、こんな感じでやっていきますが、どうなっていくでしょうか。このミラーのとこね、ちょっと緊張しますけどね。はい。ちょっと急に話変わってなんなんですけどね、今日ね、久々にアロちゃんとね、アロちゃんって新しくね、登録していただいた方とかね、竹島さんって広島の方でね、動画やられてる、もう結構な YouTuber さんなんですが、プラモデルの制作動画アップされてるんですけどね、そこでね、知り合ったっていうか、そこでね、ライブとかでね、コメント入れておられたアロちゃんでね、大阪のホビーショーではコンテストの時にね、一度お会いしてね、電話とかでね、お付き合い続けさせていただいてる方なんですけどね、プラモデルもね、凄腕モデラーでね、ブログとかまだやってると思うんですけどね、結構な、はい、腕前のモデラーさんなんですが、久々にね、今日電話でお話しさせていただきまして、いろいろ話してたんですけど、その時はね、竹島さんの話から行かない。話ちょっと長くなるか分かりませんけどね、竹島さんの、ライブの方でね、8月の24日にね、昭和の名車祭り、ね、昭和の名車祭りというお祭りというかね、イベントというかな、皆さんのね、画像をね、出してね、お祭りしていこうかというのがあるんですが、それの件でね、アロちゃんと久々に話してたんですよ、電話でね。それでね、昭和の名車祭りの方でね、竹島智之さんね、オフ会を閉会されるんですよ。で、その、オフ会にね、ぜひ皆さんね、ちょっと話がね、こっちの方先進んじゃってますけどね、ぜひね、オフ会に参加してください。ぜひね、良ければですけど、ぜひね、コムさんが無理やりね、言うのもなんなんですか。オフ会参加してください。よろしければ。
広島の方でねやりますが、もしあれやったら竹島さんの動画ね見ていただいて、どんなんかなっていうのを竹島さん の、 ライブとかね動画で説明しておられるのでね、たびたびしておられるので、そちらの方で、一度ね見ていただいて、コムさん詳しくね説明するあれすることもあれなんでちょっと変な感じするんでね、またねそちらの方見ていただいて、詳しくはね、はい、でよろしくお願いします。昭和の名車祭りねやられますのでよろしくお願いします。それがまず1点ね、1点先まあこちら言いました。でね、その話してる時にね、はるもチャンネルさんっておられるんですよ、うん、これも大阪のね、コンテストの時にねお会いした方なんですが、動画やっておられてね、うん、やっておられたんですが、最近ちょっと調子が悪いのかやっておられないんですが、ちょっとねコムさんもねかなり心配しております。どうしたんかなって、連絡が取れないんですよ。コムさん連絡先知らないんでね、取れないんですね。なんで心配してるのでね、ぜひもしよかった、もしねコムさんのこの動画はるもチャンネルさん見ておられるとしたらね、コムさんでもいいですし、アロちゃんがねもうものすごい心配しております。なのでもしよろしければね、ぜひねぜひはるもチャンネルさん、はるもね、はるも言ってたんですけど、はるもチャンネルさんね、アロちゃんにね連絡してください。これもう個人的な話なんで申し訳ないんですけどね、ね、関係のない方にしてみたらね、何の話してるんだっていう感じはしますけども、かなり心配しております。ハルモのことね、ハルモチャンネルさんのことね、しておりますので、もしコムさんの動画見ておられたらね、アロちゃんにご一報ね入れてくださいね、ぜひね、アロちゃんかなり心配してます。どうしてんやろうね。でもうねかなりね連絡ね取ってるんだけど通じないという感じだそうです。よろしくお願いしますよ、はるもチャンネルさん違うか、なんやな、変な感じやな、はい、まあそんな感じです。よろしくお願いします。はい、それではね続きやっていきますよ。またね今度の動画でもねまた言うかも分かりませんけどね、はい、やっていきましょうと言ってる間にね、こう8000番ね磨きかかってきました。この角とかねこの辺もねやっていきますが、どうでしょうか。もうかなりこの前だけでもねピカピカ、ちょっとこの綺麗なところで拭き取りますね。これでまだ拭き取ってない状態なんですけれどね、もう相当ピカピカ、コムさんもう興奮しっきりですこれ、うん、ちょっと若干ねハルモの話もね、ハルモチャンネルさんの話もねいまいちこれで興奮しすぎてね、綺麗になっていくんやんか、興奮しすぎてねうまく話できてなかったかもしれないですけどね、よね、こんな感じで磨いていきます。で綺麗なところでもう一回の拭き取ります。こんな感じです。でちょっとね後ろと見比べられるのかな、後ろと前、後ろこんなんですね、まだちょっと傷あります。前このここからね変わります。キランあれキランとねピカピカっとね、まあコンバートで磨いたら当然の話なんですけどもね、ピカピカになって嬉しいよというね気持ちをちょっとこう伝えてみました。はい、でこんな感じで、ね、磨いていきます。ピカピカね、よしもう一回ちょっとつけて、はい、でね竹島さんの方の話に戻りますが、ね昭和の名車祭りね、やりますよと、まあオフ会参加の方はね広島まで行っていただくことになるんですが、もしよろしければ参加してくださいね、ぜひね。であとねクラウドファンディングというね
のをやっておられます。それもね、オフ会の参加費用というかね、うん、そんなのやっておられます。それもね、また竹島さんの動画見てね、詳しいことはね、お聞きになるか調べていただいてっていう感じで思うんですが、オフ会参加されない方でもね、その昭和の名車の、キットね、作ってそのライブにね、竹島さんの方にその画像をね、完成、あ、まあ、未完成でもいいらしいです。前に説明しておられたのはね、未完成でも別に構わないので、完成したやつでも、まあ、完成したやつが一番ね、ベストですけどね、送っていただいて、画像を送っていただいて、こんなんやってますとかね、こんなんですみたいなね、皆さんに紹介していくという、ね、そういうお祭りなので、ぜひね、よろしければ、ぜひね、ご参加ください。画像をね、コムさん宛てに、コムさん宛てに送れないですよね。宛先とか何もね、画像募集のあれもないし、やってない、ないのでね、送れないですけど、竹島さんの、になっていきますよね。当然ですけどね。これまだ8000番なんでね、これセラミックコンパウンドする必要あんのかな。あるんだろうか。こんな感じでね、磨いていきます。もうね、軽くね、このセラミック、あ、じゃあ、8000番のね、コンパウンドの力でね、軽くね、こう撫でてるだけなんですけどね。で、まあまあこう綺麗なところで拭いていくと簡単ですよね。コムさんやり始めいうかね、まだプラモデルの方ね、全然ハマってないというかね、やり始めの頃はね、こう研ぎ出しっていうのはね、すごいね、面倒なことなのかな、よくあんなことでやれるなーっていうふうなね、俺は思ってたんですけど、やっぱりね、やるとね、やっぱり違いますね。違うしね、やっぱやりたくなる、うん、やった方がいいみたいなね、うん。でね、意外とね、めんどくさくないというかね、しんどくないんですよ。というのはね、こう磨けば磨くほどね、綺麗になっていくんで、楽しくなってくるんですね。綺麗になってくると。なので、ぜひね、皆さんも、というかね、まあ、ベテランの方とかはね、やり慣れてる方はもう別にね、そんな、もうやっておられるんでね、問題ないんですけど、もしか、初めてやる方ね、迷っておられる方はね、ぜひやってみてください。やる方がいいですよ。やった方が。全然違いますからね。コムさんも初めの頃はね、クリアの、ツヤだけでいいやんかと思って、それでやってたんですけどね、今、昔作ったやつとね、今、比べるとね、全然違うんでね、こう研ぎ出ししたやつとね、やってよかったな、みたいなね。で、やってる時、最中はね、ああいう、綺麗になるんだとね、いうのがあるので、うん、やってて楽しいというかね、こんな感じです。よし、どうでしょうか。ここちょっと拭き取れてないね。ここ拭き取っとこう。まあまたね、ちょっと気になるとこあったらね、拭き取ったりしますけども、
一旦これまあ洗って、今度ねセラミックコンパウンドやっていくんでね、まあまあ小松さんレベルですからね、ちょっとぐらいは洗わあるはずなんですけどね、こんな感じですピカッと ねちょっとなみなみしてるところもありますけどね、こんな感じです。どうでしょうかね、綺麗ですよね。はい、そしたらねもう一個あのリアカウルだけね、あの8000番やっていきたいと思いますね。そして、セラミックコンパウンドねやっていくという流れでいきましょうか。まだもうちょっとね時間ありますので、あ、時間あるというのはコムさんのね都合ですよ、あくまでもね、動画的にはね、最終的にはコムさんの動画めっちゃ長くなるんで、お忙しい方はねね、だいぶ長く感じると思うしね、あれなんですけどね、見てくださいね、見てくださいね、それでもねぜひね見て応援してください。もう映ってない、見てください言うて映ってないですからね、コムさん動画ごめんなさいね、頑張っていきますよ。こんな感じね、リアカウルはまあまあね、穴あるけどね、このダクトねありますけども、ここまた後でね細かいところはね仕上げたいと思いますけど、こうね、ここもこう、この大まかなとこ先ね仕上げてしまいます。ほんま細かいとこからやった方がいいんですけどね、うん、いいんですけどね、でいいと思うんですけどね、それの方が大きいとこでやりやすいんで、後でやった方がね気持ち的に持つしね、ね、小さいとこやりに行ってる時に広いとこ干渉してね傷つけたりしないで済むんでね、先やっとくとええんかなとは思うんですけど、そう言いつつも広いとこからねやっていくというね、何なんですかね、はい、よいしょ、こんな感じでね磨いていきます。どうだろう、もっと磨きたいな。まだまあセラミックコンパウンドあるんですけどね、8000番のうちにね結構いっときたいですよね、綺麗にね。そしてセラミックコンパウンド当てるとね、どうだろうか、この辺もちょっとか、うん、綺麗や、綺麗になってきました、すごい。あんまり力入れてないですよ、持つ手にね力入れすぎたりするとね割ったりとかねなっちゃうんでね、気をつけてください。軽くね、軽く、よいしょ、おーすごい。この端っこねもうちょっとしっかり磨いとこうかな、なんか折れそう、力入れすぎたら折れそう、ここパキンってね、あんまり爪立ててやるとね気づいちゃったりするんでね、優しくね、布だけこうしっかり奥まで入れるようにしてながら磨いて、うん、良くなりました、拭いとこう、よいしょどうでしょうか、リアカウルねちょっと見ていただきましょう。このまま端っこの方ねちょっとついてんのはね、また後で拭いとこうかな、よいしょ、シルバーのとこもねどうでしょうか、ピカピカね、シルバーのとこはシルバーなんでツヤがね光が見えにくいけどね、肉眼で見る限りはピカーっとしてます、見えないかな、うまくね、他がキラキラしてるからね、こんな感じです。どうでしょうか、ペラーンとね、これでいてこのデカールがこのクリアコートされててっていうね、うん、いいんではないでしょうかね、こんな感じね、どうでしょうかどうでしょうかね、まだセラミックコンパウンドあるんでね、はい、このねアンダーカウルのもう一応ね8000番までラプロスの8000番までやってあります。ちょっと軽くね、軽くこれやっとこうかな、これだけね。こうしてね、塗って、この中もね、なんかここ折らないようにね、こう薄いとこあるんで、気をつけてください。
細かいとこまたねやっときます。うん、こんな感じね。よいしょ、はい、こんな感じでどうだろう。こんな感じね、ピカッとね、はい、きらめいております。それではね、ちょっと一旦止めます。はい、続きです。今度ね、ちょっと蓋開けちゃってますけどね、セラミックコンパウンドねやっていきたいと思います。これねよく振ってね、もうちょっとこれ残り少なくなってきてるんですけどね、次まあ新しいやつ開けやなきませんけどね、まあまああるだけやっていこうかなと思います。はい、それではね、やっていきます。先ほどと同じ、ね、布なんですが、こっちがあの8000番用、こっちがセラミック用なんで間違いなくねやっていきたいと思います。で、まあまあまたねこうやってもう今度はね、軽く 細かくね部分的に丁寧にやっていきたいと思います。今度はねというかね、ずっと全部丁寧にやってるつもりなんですけどね、カメラちょっと外れてますよね、この辺か。セラミックね、ここね、こんな感じでやっていきます。ここもつけとこうか、つけてもう一回ねいったらねいいんで習っていっとこうかな。結構伸びるんですけどね、こんな感じかな。まあまあこんなもんで、一応ねここ大まかにね、大まかに言うかな、この一番目立つとこね、3箇所ノーズいうかここのねフロント部分ね、こうやって磨きました。もうねほとんどね変わりないんですけどもね、やっぱりねこう拭くとこれで拭いてる感触がねもうツルツルっとしてるんですね、ツルツルっとね。でこれ力入れてないですよ、力入れてるような感じに見えますけどね、入れてないですけどね、もう軽く撫でてるだけです。はい、こんな感じかな。これで一回ね見比べてみようか。ここが8000番ね、こっちがセラミックコンパウンド。もう画面上ではねほとんどわからないかな。でもこっちの方がキラッとしてますよね。こっちちょっとこうまだねちょっとこう小傷があるっぽい感じで、フロントねこんな感じです。で後ろ行くと、まあ後ろもキラッとしてますけどね、こんな感じです。はい、さっさとやっていけっていう声が聞こえてきそうですが、はい、やっていきましょう。そのねちょっとつけてね、この辺のね広いところっていうかな、この辺ね広くないところもね、この辺映ってないな、ここね、この横面もねこんな感じでやっていきましょう。こんな感じでね塗っていきます。でここはちょっとフロントもうちょっとつけとこうか、まだまだいけるんですけどね、いけるんですが、つけていっときます。一応ねこの立ち上がりの部分もね、ここをねこっちもねこう立ち上がりの部分と角ねこうちょっと押し付けようか。そしてこの縦違うこの平面ね、感じで、わピカピカしてますね、めっちゃ綺麗。コムさん見てる分にはピカピカしてるけど、画面で見ておられる方はどうなんやろうな、ピカピカ見えてんのかな。コムさんも今見えてるんですけど ね、もう見えて大興奮ですよ。はい、こんな感じで磨いていきます。ちょっとこれでね拭いてみましょう。ね、何もついてないところで、
これ拭き取り用にね、綺麗な布、準備しといてもいいんですけどね。よいしょ。こんな感じ。おー、キラキラ拭き取ると。今一瞬ね、白く濁ってたんで、あららという感じだったけど、やっぱりコンパウンドのあれがついてるんですよね。それでちょっと曇って見えてたんですが、拭き取ると、こんな感じね。どうでしょうか。どうでしょうかね。まあまあ、コムさんがね、気に入れば、OK ということでね。ここもう一回ね、やっていきます。フロントのね、ここの部分。パーツの方を動かした方がね、布の方を動かせる、パーツの方を動かした方が安定して動かせますよね。よいしょ。ここもね、まあまあ、ケースバイケースでね。どっちがいいかっていうのはね、その時の判断でやっていきますが、こんな感じキラッと取れたな。よし、こっちまでやったな。あ、こっちがやったんか。もうどっちやったかわからないようになってますけどね。よいしょ。ね、でいこう。こう塗って、こう塗って、で上ね。この辺はね、スポンジでいった方がね、いいかもわからないですけどね。まあまあ、いいでしょう。つってない。夢中になってる、なってね、いつも言いますけど、夢中になって。離れていく、外れていくというね。ここでここね。これね、小指で押さえてるんですよ、内側。こう押さえ込んじゃうんだよね。軽くやっててもやっぱり押さえ込んじゃうんでね、こう固定するようにね。で、こっちね、こっちは人差し指。まあまあ、どっちでもいいんですけどね。届く指で、こんな感じでね、磨きます。で、カラー向きね。引っかかったな。危ない危ない。よいしょ、こんな感じでね、拭いていきます。映ってない。これなんかゴシ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 やってるのだけちょっとかろうじて目出てね。映ってないんだけどね。よいしょ。ここを拭いていこう。こんな感じで。まだね、ボディだけでね、内装全然進んでないんでね、あれなんですけどね、先進めないんですけどもね。ボディね、一生懸命綺麗にしております。こんな感じ。どうでしょうか。ね、こう映ってますね。ここライトね、キラ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 。まあまあ若干ね、若干、ね。よし、こんな感じでね。キラッと。はい、そしたら今度はね、リアカーを入れていこうか。よし、リアカーね、切ります。どっから行こうかね。迷うますね。広いから。こんな感じにつけて、今一応こっち、左半分ね。左半分今つけております。この辺もね、しっかりと磨いていこう。
構くっきりと左半分と右半分で分けられたらね、分かりやすいんやけどな。分かんないですよね。よいしょ。よいしょ、こんなもんで。結構磨けたと思うんですが。どうでしょうか。一回こう拭いてみましょう。違い出るかな。この境目がね、くっきり分からないんでね。違いが出るかどうかは分からないですが、こんな感じで出ないですね。まあ気持ちね、気持ちですよ。こことここで見比べてもらったらね、これと、もうちょっと近づけるか、ここ、これね、これコンパウンドした方で、こっちが8000番、ちょっとこっちくすんでますよね。こっちピカピカね。コンさんが言うからそうかなっていう風に見えるんかもわからへんけどね、間違いなくね、こっちが綺麗になってます。で、こっちがくすんでおりますね。まだやっていきましょう。こんな感じでなんかもうカメラに近づきすぎて何やってんだかわからないですよね。ガサガサガサっとしてね。死んで、ここね、ここもね、後ろで、後ろね、こんな感じで、で、横ね、映ってない、横、よし、こんな感じかな。セラミックコンパウンドはやっぱり早いですよね。もう下研ぎみたいにできてるんでね、ペーパーで。あとコンパウンドで磨くだけというかね、磨くというか、きれいに拭いていくって感じですからね。綺麗に映えましたね。蛍光オレンジね、ピカピカーっと光りました。こんな感じね。で、緑もね、ピカピカーっとね。で、シルバーもね、シルバーのとこはやっぱり光が見えにくいですけどね、こんな感じで光っております。これ映ってるんですけどね、見えにくいな、やっぱり。うん、よし、こんな感じで磨きました。はい、そしたらこれいこうか。よいしょ。ちょっとつけてね。黒ちっちゃいんでね。優しくね。こすりつけるというかね、塗りつけるというかな。で、ここもね、で、この中か、よいしょ。この中またね、やっときますし、狭いんでね、綿棒でゴシ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 ね、時間かけてやるんで、こんな感じでしょうか。ちょっと待ってくださいね。あ、これはセラミックコンパウンドしてるからね、セラミックコンパウンド違う、こんだけ違うんです。これまだこちらがラプロスの8000番状態です。で、こっちがね、セラミックコンパウンド、これで変わってないやんかって言われたらねそれまでなんですけどね。まあ、ちょっと拭き取りたらんかな。こんな感じです。やっぱり違いますよね。光ってはいますけどね、やっぱり小傷があると、傷がないのとあるのとっていう感じですかね。はい、そんな感じです。
よし、こんな感じかな。これまだ8000番やってないんでね、この人はね。今ちょっとセラミックコンパウンドで磨きましたけど、もう一回8000番やりたいと思います。まあまあ、今でピカピカっとしましたけどね。8000番やってセラミックコンパウンド、もう一回これはやりますけどね。今一応ね、手に持ってたんで、ついでに磨いてみました。どないなるのかと思ってね。はい。ね、それではね、今日はこれでね、終わっときたいと思います。長い間ね、ご視聴ありがとうございました。次回もまたね、応援よろしくお願いします。あと、まあ、いつもお願いしてますね。コムさん、元気が出ますよ、チャンネルね。チャンネル登録ね、よろしくお願いします。ということでね。はい。そして、最初にもね、ちょっとね、言ってましたけども、また、春もチャンネルさんね、コムさんのね、動画、見ていただいてるかどうかわかんないですけどね。まあ、多分見ていただいてないかな。ね、もっとね、大きなチャンネルやったらね、まあ、見ていただいてるかもわからないですけどね。もし万が一ね、見ていただいてたら、アルちゃんの方にご連絡ください。アルちゃんちょっと心配してましたので。はい、それでは今日はこれで終わっておきます。松田 787B でした。セラミックコンパウンドまで磨いてきました。ということで。次回からはね、内装、足回りね、エンジンとかね、塗り分けしていきたいと思いますが、今日はまあね、マスキングまで行ったらいいんですけどね、まあここで一応ね、ボディの方磨きましたよ、ということでね、この中はまだですよ。まだもうちょっと磨きます、今からね。はい。ではね、こんな感じで、キラキラと、ワクワクです。終わっていきたいと思います。では、終わっていきます。コムさんでした。何回終わってきますんでしょうかね。コムさんでした。さよなら。